中田理恵が最強タッグでお悩み解決。ここを高くしてシュッとした鼻にしたいのと、闇女医しのぶ。Hi everyone、 闇女医しのぶです。今回はですね、鼻を高くしたりとか顔をキュッとさせることってメイクでもできるじゃないですか。で、プロのメイクさんが鼻たごをメイクで綺麗にしていただいて、そして私がヒアルロン酸が得意なので鼻を高くしてこうシュッとさせるということをしたいと思います。本日の企画は闇女医がメイクと施術でお悩み解決。今回協力してくださるのはメイクアップアーティスト協会の公認講師の中田理恵さんです。はじめまして、中田理恵です。よろしくお願いします。中田理恵さん、数々の海外ウェディングや和婚式をプロデュース、専門学校の非常勤講師を務めるメイクアップアーティスト。理恵さんは鼻とフェイスラインのメイクだけすることってありますか？はい、専門学校で教えさせていただいてるんですが、その時学生から「鼻だけ高くして」とか「シェーディングして」ってよく言われるので、その時学生にやってあります、うん。結構やっぱメイクだけでもだいぶ印象って変わります？かなり変わりますね。はい。先生は鼻とフェイスラインの施術やりますか？やります。ミラクロ鼻フェイスラインは大人気なのでよくやります。では最後にそれぞれ意気込みをお聞かせください。ヒアルロン酸やった後にまたメイクしてもらうとさらに素敵になるので、それもお見せしたいと思います。おります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。闇女医、今回モニターさんになってくださるのはいずみちゃんです。よろしくお願いします。ではどうなりたいですか？鼻がここら辺が低いので、ここを高くしてシュッとした鼻にしたいのと、あと顎がないので未来にもないので、いずみちゃんもう今週末にそれをやってお友達に会う約束が責任重大よっていうじゃん。はい。ヒアルロン酸のプロ曽原忍とメイクのプロ中田理恵が最強タッグでお悩み解決。じゃあ入れていきますね。コンシーラーで、暗めのコンシーラーで。なんでコンシーラーなんですか？アイシャドウとかこれだと色落ちするし、飛びやすいんですけど、コンシーラーだと結構なじむんです。だから間違ったらまたこう違う色入れればなじんじゃうので、こうやって色を確かめながら入れていく感じで、こうイチョウの葉っぱって入れてます。イチョウの葉っぱに広げます。で、お花は長くしたい、それともこうちょっとツンとした感じしたい。ツンとした感じ。ここは細いと鼻が大きく見えちゃうから、ここは若干太い方が。ここね、ここが細いと、ここが三角形に見えちゃうから、ここはそんなそうだから、ほら唇をプルって出るじゃん。ここが太いから可愛いアヒル口になる。どうですか、メイクやってみて感想を一言。なんかまだヒアルロン酸入れてないんですけど、結構満足しちゃう。闇女医、鼻とかフェイスラインはやっぱりデザインが大切なのね。で、ちょっと横向いてもらうと鼻がちょっとここのリポツンとか出て引っ込んでまた盛り上がるってことをしてるから、ここをまっすぐにする必要があって、で、あとこの鼻根部のところがご本人が入れたいって言ったのもあるし、実際に低くて、まあちょっと平べったく見えちゃうの、このとこもよくするんですね。で、鼻先は結構高さがあるんです。なので、グイーンってちょっとこう、変な言い方する、ミッキーマウスだとグイーンってなっちゃってるので、ここもっとスーッとしてあげた方がいいですね。この視線に見えるラインの中で綺麗に。で、フェイスラインっていうのは、ここに谷目が結構強くあるので、ここがすごく間延びして見えたりもしますから、これをスッと上げていくことをしていく中で、ここの角度がやっぱりこう鋭角じゃなくて広いっていうのがあるのと、顎がこう上に行っちゃってて、ここら辺を直していきたいと思います。ってもらいたいと思います。はい、どうぞ。わ、めっちゃシュッてなっても鼻がすごいです。内出血もしてなくて、こんなに綺麗に一瞬で変わりました。顎が確かにシュッとしたでしょ。鼻も、うん、でしかもナチュラル、まっすぐなっていて、でこう横が見た時にここがなかったりできてる。で多いんですけど、ここに多く入れてまっすぐでモアイ像みたいなことって多いのよ。ここを一番高くして、ここからやっぱり上がっていかないと綺麗じゃないじゃないですか。そこを綺麗に上がってるので、であとここのフェイスラインのところ、ここの実はここら辺で内側に持ち上げて寄せて上げてるんですよね。なんで結構綺麗なんだ。どうですか？満足です。満足いただきました。すごいでしょ？ね、よかったです。やみじょい。別人だ。ヒアルロン酸とメイクのパワーで目がキンキンになりました。マイナス5キロくらいに見えます。見える見える。可愛いメイクがね、好きっていうことで、かっこ可愛い感じでちょっとメイクをしちゃう。やってみてどうでした？いや、まあ自分でもびっくりするくらい顎もシュッてなって、鼻も高くなって、満足です。メイクアップとヒアルロン酸で鼻とフェイスラインをきれいにしてみました。これからもいろいろな企画を行っていきたいと思いますので、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。